え本日は OM システムプラザ鉄道ファンイベント2023にご来場いただきありがとうございます。えー、本日の進行の高山です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、本日はですね、2つの OM システムゼミ写真を楽しむ講座を行いたいと思います。えー、まずこのお時間はですね、鉄道フォトクリエイターの神谷拓さんのトークライブ、いい鉄写真に必要なものは昭和の鉄の考察というものをね、お届けいたします。もうね、先ほどね、 少し時間前にもね、送付いただきましたけれども改めてご紹介いたします、えー、鉄道ことクリエイターの神谷武さんです皆様どうぞ拍手でお迎えくださいどうぞありがとうございますはいでは早速たくさんの、えー、思いの竹をこの1時間たっぷりといただければ、はい、と思います、はい、よろしくお願いいたします、えー、ただいまご紹介いただきました神谷でございます本日は本当に、えー、天気いいとこいろんな撮影地があちこちあるのにあえて、えー、新宿においでいただきましてありがとうございます 今日ねお話したいのはね、いい鉄道写真に必要なものは、まあ、改めて向かい合いたいと思います。いい鉄道写真って何でしょうね。まず何より、いい鉄道写真に必要なものって何だと思いますもちろん、いいカメラとかね、いいレンズとか、いい機材とかもあるでしょうけど、まあ、なんてことをあの昭和の鉄目線でちょっと考えてみました。まあ、あのおいでいただいている方の年代見たら大体お送りいただけるんじゃないかなと思うんですけど、 もしお分かり、お若い方でね、何言ってんだか分かんないっていうのがあったら、後でお父さんお母さんに聞いてみてください。いい鉄道写真に必要なものは何でしょうそれはね、愛だと思うんですよね,ね。鉄道に対する愛。写真に対する愛。相手だってほら、感情のある場所で、施設で、会社でしょねそして地域でしょね我々も楽しいし、 で相手にも何がしかのプラスになってそして、えー、撮影に行った先のね地元からもまた来てねと言ってもらえるような鉄道写真をもっと大人の趣味にそれ私ずっとあの常に私の命題にしているものなんですけども、それが一番大事なことではないかと思いますやっぱねマナー守らず排他的な行動を取っちゃ OM システム鉄道部の名がスタルそもそもなんで鉄道写真を撮ろうと したのか撮りたいっていうふうに思うようになったのかそれは、あの好きな鉄道車両をね、眺めていて、こう自分の好きな写真にこう収めていたいなっていうような、その動機から、そういう気持ちからだったじゃないですか。それって、あの、ハンティングじゃないですよね。なので、その人生をこう豊かにしたいっていうようなその純粋な動機からでしょ、まあ、昔のキャッチフレーで言えば、for a beautiful human life ってやつでしょ だから今日のね、結論っぽいことをもう先に言っちゃうと、あんた、そこに愛はあるんかと、これがやっぱ写真を撮る上で一番大事な、鉄道であっても、相手が山であっても、町であっても同じだと思います。特に鉄道は人を介して動いてるものですからね。ってことです、ね、愛がなくちゃ、愛を持って迎え合おう。 まあそういういいいことを言いたいです車両とじっくり、えー、向かい合って語りかけるように撮ろうと写真を楽しもうそれが OM システム鉄道部の生きる道これはねあの愛知子供の国ってとこなんですよ、えー、愛知県のね蒲氷であの本物の蒸気機関車なんですよ石炭だけの昭和48年だったっけなにできてそれからずっとあの もう50年走り続けてる機関車なんですけれども鉄道ファンはほとんど今までこの関心の外だったあいつ子供の国そこをこうぐるっと遊覧して戻ってくる汽車なんかとって何が楽しいのかでもぐるっと回って遊覧して帰ってくる列車ってさ四季島だってそうじゃないですかねえあれはみんな取りに行くでしょこれ本当にいいところですから是非ねこういうところにももっと目を向けてあげてほしいと思います OM システム鉄道部始めました。冷やし中華始めましたみたいな。<laughs> 再スタートです。OM で鉄拳の、ね、名を継いで3年間のコロナの休止の後にいよいよ動き出します。ここ、OM ですからね。まあ、正直ね、さっきミノルタの話を前振りしましたけども、あのペンタブの刻印が変わって、まあ、それなりにみんなこう思いはありますよね。 まあ慣れ親しんだロゴと名称が変わったんですからもちろんねあの機大の名設計者であったあのねなおかつあの哲学者であった前谷さんのスピリットをね生かした今でも継承する輝く2文字と、あのー、その通りではあるんですけどでもね OM ねちょっと鉄にはちょっと違う意味合いがあるっていうことをね今日はちょっとぜひ強調したい。OM ですよ OM。 唯一、車体の表記と同じ2文字が、ここ,こ,こと、ここに、ねね。OM、ね、伝統の国鉄名工場ですかね、OM。OM のシステム。ね、なんかこう違って見えてきません ?OM システムがあれば、なんならこう、スイタシステムでもね、内部システムとかもあってもいいかなと。 なんていう,ふうに、ね、だから鉄道写真とすごい深いつながりがあるんですよ。OM システム。ね、そういうふうに考えると見え方変わってきませんまあそういう感じで改めて見たら非常にその鉄とは実は深いところでつながっていると。こちらは中の人ですね。な昨日リモートで出れなかったらしいですけど。でね、愛ともう一つは、ね、光です。やっぱりね。 アマテラス鉄なんで。愛と光。愛と光ってなんか昭和の頃ありませんでしたっけなんかあの、スキーして、えー、なんか破片が頭に刺さって、こう、額に傷がついてみたいな。愛,愛と、愛と光みたいな。愛と光みたいな。あは分かってる。<laughs> <laughs> ありがとうございます。沢友愛とあと誰だったっけ椎名誠鮎川誠違うな。それシーれ C のロケットだな。まあまあ、そんなやつですわ。 で、ね、で、なんとかの一つ、やっぱあ、なんとかの一つ覚えなんですけど、やっぱアマテラスです。やっぱりね、太陽光線にこだわった写真をお勧すすめしていきたいで。ちょっとね、作例をご覧に入れますんで、見ていってください。この辺は、あの、神明の家の近所シリーズです。あの、通過列車を待つね、運転手さんの後ろ姿がすごくかっこよかった、ね。白手袋でね。 これ,はあこれも接客の近所の多摩川の鉄橋、これも京王線ですね。うちからね、あのだいたい200円で行ける距離しか最近取れないんですよ。<laughs> あの経済情勢が反映してこれ、ねあの。単に運転手さんの横側が映ってるじゃなでつまらないですからね、ちょっとアマテすスなスパイスをちょっとプラスしました。えー、レンブラント、薄明光線とも言います。 別のの名を天使のはしご曇りでね、こう鈍いこう、深いこう、分厚い雲が重く垂れ込んでいても、下の方がきれいってったらチャンスですからね、ぜひそういうはあは、あの近くのこう鉄橋のような、ね、見下ろしできる、あのこう見上げるようなアングルのところをあらかじめインプットしておいてください。で、もうちょっとね、家の近くばっかだと、あのー、原価が低すぎるっていうのにこの間言われましたんで。 多少遠いところも入れますと、これ、直月。ここからやっとね、あの、神明から少し離れたところをお見せして、写真展のイベントっぽくなってきました。これはね、この角度に、あの、夕日が差す時期と時間を見極めて、日程調整して、この時間にこれを行えるような撮影会を行いました。主催はね、越後ときめき鉄道、制作、著作、神谷で。今年もね、やりますからね、ぜひ来てください。 ちょっと高校書いちゃいますけど、11月です。それとね、えー、アマーテラスと同じぐらい好きなのはチンダル、チンダル現象、自分と被写体とね、それと光源、その間に煙,霧質です、ね、その煙とか水蒸気とか、雨とか、そういうものが挟まると、光のこう直進性が阻害されて、光がこう拡散するんですよ、それをチンダル現象といいます。 これを、ね、ぜひ狙ってください、あのー、普通例えばあの山のね朝日とかで、えー、川りが出てるとかそういう写真ってこういうのって出るでしょであれはねなかなか運に左右されるんですけども演武室煙武室を吐き出しながら移動してくる車両っていうのが鉄道にはありますからこれって一番チンダルにね撮影するのドンピシャなんです光源が大事です。 高原の小枝を大切にってやつですよ。<laughs> で、廃線アトラって余ってます。これは平田本線でですね、非常に悲しい、今、撤去工事が進んでいます。悲しい雰囲気でしたけども、まあ、とりあえず夕日がさしてくると、どうしてもあればっかりに目がいっちゃいますね。 さて、えー、毎度神谷のもう、まあ、毎,回毎回毎回同じこと言ってると、なんとかの一つ覚えのアマテラス、それはもう分かったと、ね。じゃあ夜はどうするんだよと、太陽沈んじゃったと、ね。当然そういうツッコミが来ると思います。まあ、そういう場面だと当たりますよあの、ありますよね、当たり前ですけど。その場合はね、さあ行こう、俺たちの美しいやつ、分かります分かんないよね、<laughs> 古すぎて。これは昭和45年ぐらいのね、 関座慎一さんという方がおいでで一緒に中国行ったことあるんですけど、あの作曲家ですね。の人のね、写真集の名前でしたけど。夜も光を生かしてじっくり迎え合う。そんな時はね、サインは V。VICTOIR ですよ。サインは V。サインは V の法則を頭に入れてください。 曇りやや夜はやっててくる光を生かしてみるでサインは V の法則ってそれは何というふうに思われると思いますけどこれねあの前にもお話したんですけどねよくあのライトアップイベントとかがあってお、ライトアップするのがいいなって楽しみにしてそのいそいそとカメラ持って出かけるとなんかこう燃えないなっていうふうに思った経験ってないですか あれなんかこうちょっとインパクトかけるな。確かにライトアップはされてんだけどさ、みたいな。それはね、あのー、撮影者の背後からの一頭の巡航テラシしかないんですよ。ほとんどの場合の,あのライトアップイベントで、それはあの、鉄道車両なんで、まあ、鉄道車両じゃなくて、例えばあの、寺院とかね、五重の塔とかね、ああいうライトアップイベントでも、当たり前のすが巡航側の光は欲しいんですけど、鉄道車両の場合は、 それが1ならば、1対3ぐらいの比率で、大事なのは、サインは V 光線です。サインは V 光線というのは、これ、さっきご覧に言ったね、あの、京王線の玉川の撤去の例なんですけどね、ギラになるポジションは、被写体、この今矢印のところが線路なんですけど、被写体から直角に引いた線に対して、等角度の反対側がギラになるっていうポイントであるっていうのを前におっしゃりました。 でも、そう、言葉で言うと、頭に入んないから、それを簡単に言うと、V の字の反対側でカメラ構えようってことですよ。ここが光連の入り口ならば、こちら側でカメラ構えよう。V の角度はね、あの、その角度、その状況によりますけど、指の真ん中が、この背に対して、反対側の指先に言いましょうね。これだけ、これだけ、ちょっと意識してみてくださいね。なので、 日没の方向がこの位置。これね、あの日の出ピックスってやつで、前にもご紹介しましたけれども、この日は19時3分、日没なの。で、実際は高い建物とかがあるから、実際の日没はもうちょっとこの辺だと18時50分ぐらいですね。で、だからもうちょっとこっち側ですけれども、これが線路。で、これが線路で、ここから直角に線引いて、ここと対象角のこっち側にいる、ここに立てば、あの、車両は必ずピカッと光る。 ということですよここはもう川の中だからね、ぼっつんと行っちゃいますけどね、<laughs> 船浮かべて、ね、これは無理だけど、まあ、例えばこっち側にいるとかさ、近くから見上げるとかさ、この V、サインは V、これだけね、毎回お話しますけど、ちょっと意識すると、あの夕日のライトアップの写真が変わってきます。ライトアップだって同じあの環境ですから で、えー、そのね、夕日のその日没だとか、それから、あの、今言ったその日の出ピックスとか、あの、前に言ったよっても、え、聞いてないよっていう人、非常に悲しい。これはね、あの、前のやつですけど、YouTube にアップロードされてますので、ぜひ、あの、お家帰ったら見てください。きっと、あの、夕方の写真が、見え方が変わってくると思います。あの、ぜひ、これをお勧めしたい。夕日っていうのは、 例えば、あの、ご自身が住んでるところが足立区であったのね、川崎市であっても、あのー、埼玉県であっても、北海道も、アルゼンチンも、ヨーロッパも、南アフリカも、同じ太陽ですからね。お得でしょなので、ぜひもっとね、夕日にこだわった写真を、朝日はね、早起きしなきゃいけないから、辛い。<laughs> 夕日は、昼まで寝てても、のんびりいけるでしょ。っていう感じで、あのー、こだわった写真を、これでえチャレンジしていただければと思います。 でね、まあ、話ちょっと飛びましたけど、曇りだったり、夜だったら、光がないところでは、こうやってやってくる光を待つっていうのも、狙いです。有効技です。昔ね、やっぱ昭和の時代にね、ミラーマンっていう変身ものがあったの。あんまり詳しくは覚えてないんだけど、主人公がこう変身するときに、何かこう反射するものとかね、光るものがないと変身できないっていう謎の設定なんですよ。 ね、でもね、あの、光るもの、光るものってこう探してる自分ってね、まさしく今の私ってこれからあってね、光のスパイス、よく聞く光のスパイスついてますってね、昔ストロボ内蔵が初めて出た時にあるカメラの広告で出てましたけど、これ、光のスパイスすごく大事なんです。この場合は向こうからやってくる列車の前照灯を生かしました。向こうからの列車の角度って浅いでしょなので、 この列車があんまりこう近づいてくると、このラッセル車の側面の光が失われちゃうんですよ。遠いから浅い V 角度でこっち側に立っていると、ここが一番光る。でね、来る光で手っ取り早く効果を得られるのは、私の好きなジャンルでは路面電車ですね。これね、札幌の市電でね、実はこ季節今頃なんですよ。後ろ、西四丁目、西四丁目あか、あの、内緒にしようと思って、 書いてあるわ <laughs> 西4丁目の,この交差点で線路がゴワーッと右にカーブしてるんです。なのでこの白い電車が252の腹を照らしてくるんですよね。この電車の側面の光がないと252の存在感は後ろのこのネオンとちょっと溶けちゃって今一つそつくっきりエッジが立たないです。なのでここはねちょうど運転調整をするところで割合電車が長い時間1分ぐらい止まってる。 とということでその交差する時間が多いだ。入ってくる電車の側面の光を生かして25、252の腹を照らすっていうようなことを、ここでできますので、えー、ぜひあの札幌へあの行ったときは、さあの北海道に行ったときは札幌で一泊して、チャレンジしてみてください。線路がずっと馬蹄型に右にカーブしています。でね、えー、光で路面電車の撮影といえばもう一つのおすすめが。 それはあの車です車,車を生かそう路面電車の撮影の時のやっぱ一番の敵って車じゃないですか何でこのタイミングで入ってくるみたいなねさっきまで電車が来ない時は車1台も来なかったのにあの大阪のね海遊館だったっけなジンベエザメがこうやって泳いでるとその下にちっこい皿がいっぱいついてさこうやって一緒になって泳いでくるっていう風景を見た時に思い出しました。 なんで電車の横にずっと車ひっついて一緒に流れてくるのと非常にの苛立たしい思いをすることがいっぱいあると思います。だけどその一番の敵の車が、ね、昼間は単なる敵だったのに夜の光式撮影の時はあっという間に大事な見方になります。これもね雪降ったらまだチャンスあるかもしれませんね。 雪降ったらおおっていう感じで、さあ出かけようっていう感じで、溶、えー、けないでーって祈りながら行った王子です、飛鳥山です。ここね、手前がね、あのー、これが本郷通りだったかなこっちは明治通りだったかな反対かなまあ、あの、こっち側からこっちはね、こう曲がってくる車ってね、結構少ないんですよ、ね。こう、バックするような感じだからね。うん、まして、あのー、雪の夜だしね。 あ,あもっと車来えもっと車来えもっと曲がれみたいなねあのなんて人間は勝手なもんだろうというふうに思いながら撮りますこれもね、えー、これ函館のねささら電車ですこのねささら電車っていうのは元は東京市電東京都電じゃないですよ東京市電東京市電が、えー、流れ流れて さあの函館に行ってラッセル改造されてこの除雪専用車両として今も生き残ってるんですよ。えー、車齢100年のね本当にあの奇跡のような車両。これもね陰に車がいるんですよ。で車がいてくれたおかげでこの飛ばされた雪が効果的な光をもたらしてくれました。まあそういうふうに見ていくと車ってのはあの照明具を持ってこう走り回ってくれるねいいアシスタントみたいな感じになります。 ただこのアシスタントにこう出すぎちゃうと困るんですけど、まあ、そのタイミングはこっちで調整します。だって別にアシスタント料払ってるわけじゃないから <laughs> ただ働きアシスタントだから <laughs> まあ出すぎも仕方ないだけどそんなものってなかなかないでしょ普通の撮影で。ってことで夜の路面電車の撮影っていうのは昼間と全然違う風景が見られますのでぜひね応援も持ったらチャレンジしてもらいたいえ被写体の一つです。 で光ついでにちょっと言いますと、井の頭線、さっきあっちのスライドの方でどなたかがアジサイで出してましたけど、えー、夜の光ついでにね、ちょっと違う角度のお見せしますと、これ井の頭線なんですよ。高出どだったっけな。最近人気ですで。ちょっとね、変わった写真をね、撮りたいなと思ったら、やっぱこれも天候とかね、時間をあえてずらして行ってみるといいと思います。アジサイのね、色と、 その電車こういう井の頭線って7色あるんですけどもアジサイの色と合う電車が来るのを待ってでえアメジストのねアジサイの中にイエローサファイアの光源が入ってるみたいな構図をちょっと作ってみました夜のうちの光の最も最大のポイント最たるものってったら花火ですよねやっぱりね白い煙の中で蒸気のこう白煙がこう 溶け込まないようにあー白煙がばっと出てくるからあの中の蒸気の煙が溶け込まないようにって願いながら撮影しましたこれはねちょっと入れたかったんですよ。これはあの友人のけしかけで去年ねあの勝沼中央線の勝沼の駅前で EF64 があー保存されてるんですけども私とあの甲州市観光課がタイアップしまして EF64 のライトアップ撮影会をしました。 動かないんですよ止まってる気がしないこの時もさっきお話したサインが V の法則であえて向こう側にこう人工ライトがあるんですけどこちら側に、えー、反対側の方にこう撮影ポイントを設定しましただけどこの時は、ね、もう無料であのどなたでもどうぞの撮影会なんで多くの人が来るんでもっと一般的なライティングにしようとして向こうとこっち側の光の比率は1対1にしましたけども側面ちょっとあの腹照らしすぎな感じがしますけども あの、インパクトがあって、後ろの背景から、ちゃんと浮かび上がったライトアップになったと思います。で、えー、まあ、ここまで聞いていただいて、えー、ありがとうございます。だけど、ここで、正直、疑問が生じたんじゃないかなと。あれうん、光は分かった。まあ、いついつも同じこと言ってるから。でもさ、それって別に、 OM じゃなくてもいいんじゃねえとね正直ここで終わったらそう思うでしょだ別に OM で撮れたらよそのカメラでも撮れると違うの残念でしただってね OM システムじゃないと撮れないし鉄道条件っあるんですはっきりあまりになかなかそういうのってないですあの A で撮れるものは B で撮れる B のカメラは今度はこういう機能があっていいなと思ってもその B で撮れるものはだいたい C でも撮れるんですよ。だけど OM じゃないと撮れないってあるんです本当に。ねさっきのこれこれは 300mm に1.4テレコン。換算 840mm を手持ちで撮ってます。ホームだからね三脚なんか立てられないでしょ邪魔でしかも東京の駅で1脚だってちょっと遠慮したいですよね。 あそこにまた鉄が邪魔だななんて思われたくないの。ね、で840ミリまたあの MC20 つければあの1000ミリになります手持ちで1000ミリとか考えられないですよ。これぐらいの棒になるともうボケとか影楼ずっとこれ影楼冬なんですけども夕日の影楼が非常に美しくなってきます。でこれこれはね長崎のね浦上駅前だったかなで遠くにこう観覧車があるんですよ。 観覧車を入れて、車に場面をこう盛り上げてもらいました。さっき言ったようにね。これは、手持ち4秒です。これもね、あのー、歩道橋の上なんですよ。歩道橋の上は、人が歩きます、当たり前だけど。それから、予想外に歩道橋って結構揺れるんですよ、ゆらゆら。ね、なので、仮にあの歩行者の邪魔になったって俺は知らねえみたいな人間が、三脚立てて、 4秒とか5秒のシャッターを切るとするでしょブレるんですよ。ブレてないと思っても全身に伸ばしたら「あいやブレてるな」と。何でかちょっと歩道橋自体が揺れるから。それを全部吸収してばっちり手持ちで撮らせてくれるのがこいつだけなんです。もちろんさっきの,あのアスカイアもそうです。なので手持ち絶対ですよ。でね。 あの、ここ、おいでいただいている方は、も、ま、う、あ、あの、OM ユーザーが多いと思うんで、ここで手持ち4秒ですって威張ってもね、そんな分わかってるよ。っていうふうに、ふふ <laughs> <laughs> っていうふうに言われちゃったらね、寂しいんですけど、あの、決してね、神谷の超絶した、そのホールディング能力っていうんじゃなくって、残念ながら誰でも、残念ながらとあえて言う。残念ながら誰でも、OM1 の1200の組み合わせだったら、手持ち4秒は、まあちょっと慣れればすぐできる。 ならなくても手持ち2秒なんかすぐ取れる。昨日ね、あ,あ、おとといね、あの、神奈川臨海鉄道での夜の撮影会があって。で、そこはね、場所も狭くて、それから折り返し時間が非常に短い。今度は17日やりますけどね。えー、そこはね、あのー、まあ、三脚使いたいって人の気持ちはすごいわかんだけど、使えないです。物理的に、時間的に。で、えー、撮影会終わった後に、やっぱ三脚使えなかったっていうクレームが結構いただきました。ね、それはね、申し訳ないと思いながら、 OM だったらよかったのにね。<laughs> マジでねということで本当にね OM ユーザーの人だったら手持ち4秒ですっていういくら私がこんな胸張って喋ってももう大して驚いてくれないというちょっと寂しさ。平常運転ですからね。あの欄干にこう肘当ててこの功績取るのは OM の超強力な必殺技の一つです。なので長崎行って、えー、さっきのランタンあいろいろねランタン祭りとか。 さっっきの電とかを取った後に帰り長崎駅前からバスで空港行くんですけどその最後の1枚も長崎駅前で高原、まあ、流し取って帰るから、まあ、それぐらいの感じでもう荷物全部しまっちゃってね普通だったらカメラバッグ置いて客立ててつけてネジしてでなんていうふうにやらなきゃいけないでしょほんとにこうちょ簡単に撮れるこれは今までだったらそこで撮ろうと思っても面倒くさいって気持ちが勝っちゃうと思うの。 そこで失われる撮影機会って結構あります。面倒くさいを乗り越えていくのがオールワンに1200の組み合わせですから。この1枚、さっきのね、これ太陽もろですよ。これにしっかり耐えてくれるレンズ、ね、しかもズーム、これ世の中に何本あるでしょう。絶対にこの辺に、あら、なんでこんなところに出るのっていうゴーストフレアが今までいっぱい出て、 もう涙、しょっぱい涙を飲んだ人っていっぱいいると思います。ズームでね、こう太陽ドカンでね、こんだけしっかり撮れる。で、えー、花火の写真。さてね、ここで、えー、力説したい。ねマイ、あのー、マイクロフォーサーズは超高感度に弱いのそういう議論があります。OM システムプラザでね、まあ、こういう話をしやのって、今度ご発度かもわかんないんですけど、 まあはっきり言ってね、35mm サイズ、俗にフルサイズに比べて、マイクロフォーサーズはこういうメリットがはっきりありますっていうふうに言えるものはいっぱいある、いっぱいあるけど、こういう人ってほら、利点しか言わないじゃない、ねまあ、マイクあの新宿 OM システムプラザの,その新宿のセミナーを聞いてきたら、欠点を聞かされたっての普通ないでしょう。<laughs> だけど、まあ、ちょっとね、利点を言えば欠点も、こういった場では本来はあんま言わないかもしれませんけど、あえてこれ言わないと、正しい情報伝達にならないかなと思いまして、今日はごめんなさい。ということで、ちょっともうストレートの話します。俗に言うね、超高感度に弱いっていうのは、ある部分あってます。それはセンサーサイズからの条件からてね。で、まあ、もちろんね、それは ISO で1万を超える、まあ、あの、超高感度っていう部分についてですけどね。まあ、フィルム時代からっても考えられない感度ですけど。 で、それから、まあ、二番目は大幅なトレミング体制が弱い。まあ、ローのビットが浅い。それから三番目はもう、被写界深度が深い。ね。まあ、これは逆にその鉄道撮影にはメリットになることが多いんですけど、このね、三つ。もう逆に言うと、このデメリットっていうのを挙げたら、どういうデメリットが挙げられますかって聞かれて答えられるのはこの三つしかないんですで。ちなみにね、あの、フルサイズは画質がいい。 っていうんではなくって、フルサイズは全身以上の大伸ばしに強いってことですからね。解像度があの高いってことなんで、画質がいいんじゃないです。大伸ばしに強いって意味。物理的拡大のフィルム時代の概念とは違います。でも、その超高感度に弱いだろうっていうのは、まあ当たり前ですけれども、同じ感度で比べた時にですよ。まあ当たり前ですよね。この写真はね、ISO6400 なんです。 6400、で64えー、またね、えー、8000、1万ぐらいまでは OM1 で全く問題ないです。特に OM1 の、あ、OM ワークスペースに AI ノイズリダクションっていう機能が最近加わってですね。あれをやったら、1万2800ぐらいまでも何も問題ない。全く遜色なく使えます。楽々使えるって言い切っちゃう。で、これはね、えー、っと、17mm の F1.2 のレンズなんですよ。 随行にはあとこんなコンパクトですごく描写力もいいののおすすすめのレンズもありますよねこの時はね花火がバーンってどこまで上がるかわからないであの横も何もなくて列車が来てパンパーンと花火が上がって終わりっていうやつなんで、えー、高さがわからないんで単焦点の121725、まあ、ついでに454本持ってきました。これね 3 5フルサイズは無理じゃないですか、ッキシって。まあ、もちろんね、とんでもないあの金に糸目はつけね重量に糸目もつけねい俺は重量割り合ってたから。みたいなね。そういう七実五軒で懐豊かな方だったら別ですけど、私のこの財力とこの体型では、それはもう無理です。で,でね、えー、もちろんとんでもない価格と重さに耐えれば別ですよ。この場に集まったね、てっちゃん、こうやってね、 あの、ついたらいろんな人の機材いい、こうやって見ていくんですけれども、まああまり良くない趣味ですけど、圧倒的に多かったのはね、あの2405とね、F4 とか4から5.6とか、そういうレンズを使ってました。もう10人中9人、それですね。まあ私が他社ユーザーだったらやっぱり2405持っていっちゃったかなとっていう感じがしますね。あの、花火の上がる位置わかんないからね。 すると、それにプラスして7200とか7300あたりのレンズを持ってきてました。望遠は一応鉄道撮影にないと不安だから一応持っていくと。それってほらスタンダードな組み合わせでしょう。24005に7200。すると、これ今6400で撮ったって言いましたけれども、これをそちらのカメラで同条件でシャッター切るためには ISO は51200か102400になっちゃうんですよ。 でシャッター速度を落とすと、列車は動いてますから、止まってるわけじゃないから、大伸ばしした場合に当然ながら胴体触れしちゃいますよね。するとね、高感度にはフルサイズの、超高感度はフルサイズの方が有利だなんて言って、ISO の6400と35ミ、mm、リフルサイズの10万2400を比べたら、そりゃ、こっちが勝ちますよ。ね、だから、明るくてコンパクトで、比較的買いやすい。 しかもね私が買った後にね大幅値下げしてるの12ミリとか <laughs> これちょっと尺なんだよね <laughs> でもねまあそういうふうに値下げしているあの手を伸ばせば比較的ね届くことのできる単焦点レンズが揃ってるっていうのはすごいでかいメリットなんですこのようにこう構えたアングルに被写体、ね、列車が入ってくるのを待つとそういう単焦点の待ち受け撮影は 単焦点が絶対の威力発揮です。ね。でも、ええー、やってことはさ、神谷の今のその理論をそのまま鵜呑みにすると、12、17、25、45、まあ十五もあってもなくてもなんだけど、レンズ4本買ってけってことって、それはちょっとさ、言い過ぎじゃんと思った人っていませんいるでしょ、ね、だけど、このね、 12ミリ、17ミリ、25ミリ、45ミリ。この4本の単焦点に足した重量と、足した金額と。それと、他社の2400の F4.0。これよりも全然軽いんですよ。そして価格も、この4本の合計よりも、こっちも高いんですよ。ね、写真はね、 本当にね、いや、今度のカメラが何があって、ももちろんカメラも大事なんだけど、一番大事な要素はレンズで、そして画角で決まるんです。いや、俺はもう 35mm 行くよ。で、出品にもほんま目をつぶって、ね、フルサイズユーザーを、が、こう単焦点レンズバッと揃えたとしても、それは圧倒的に違うのはね、重量、そしてその機動力っていうね、最大の武器が残ります。だから、いや、そのマイクロフォーサーズは、 ISO1 万以上の効感度弱いよだって、それは、ね、いくらだって代替手段はあるんですよ。ね、加えて、その被写界深度が深いっていうふうにさっき申し上げた、被写体深度が深いから、ボケを生かした撮影とかしにくいななんたってね、この開放 F 値のこのレンズで添えば全部解決します。被写体が、ね、あの動き物でなければ、まあ後で述べます、そのハ,イハ,イあのハイレゾ、ね、を使えば2段も違います。 OM1 の配列はこれ感度上限がありませんから6400と同じ綺麗さを25600で撮ることができますからねとにかく好感度の弱さっていうのは OM システムの中にも代替手段はいくらでもありますただ撮影機会の代替はないんです失っちゃった撮影機会はもう戻ってこないんですよああ今のまるで撮ればよかったつってもそれはアフターフェスティバルなんです だから、どれだけその現場でね、準備できるかと。そして、何より大事なのは、それって実現可能な費用と重量なのっていう部分ですね。4本の単レンズ対 35mm、2405ですよ。もちろん私はこれにプラスしたあと、1200も持ってきました。まあ、それは換算 200mm ってことで、さっき言った7200を持ってくるっていう人の、まあ、代わりみたいなもんでですね。あまりこう防衛をね、使うことはありませんでしたけど、これ、本当にね、 どっちが得かよく考えてみよう。超高感度が弱いイコールそれは代替手段はあります。撮影機会の代替はないです。で、えー、12,800ぐらいまでは楽々使えるって今申し上げましたけど、ちなみにこれおとといの撮影会で撮った IS1 万の画像です。 列車はね、もうすでにちょっと動き出してますんで、まあ、胴体ブレしてますけど、まあ、当然手持ちです。あの、OM ワークスペースの AI ノイズリダクションがいいって申し上げたんですけど、私、これノートパソコンで処理したんで、ノートパソコンにはその条件を満たさないんで使えないんですよ。なので、ピュアローっていうね、あの、ノイズのその画像ソフトを使ってます。AI、えー、OM ワークスペースが一番おすすめですけど、 もしご自分のパソコンのそのスペックがそれの条件を満たしてなかったらね、そのピュアローっていうのはもうおすすめですので、ぜひ後でググってみてください。十分使えます。で、これはね、45ミ、mm、リ。待ち受けの画面では明るくコンパクトな単焦点が絶対有利ですからね。構成された画面の中で被写体が入ってくる。 ね、考えて作り上げた画面をもしズームだとシューッと蒸気を上げたりするとズームを引いちゃったりするんですよ、ね。揺らぐ気持ちでズームアップしたり引いちゃったりなんていうことはしちゃダメです。これで撮るったらもうこれで撮る。単焦点で、えー、こうスチームの上がりとかで、ね、変化が生まれるからね常にただ対応できる手持ちじゃないとダメなんです。煙が綺麗だった蒸気がこんなに上がったらよかったねっていうのを 三脚構えて動かないで固定しちゃってどうすんのと。単、ね、焦点には単焦点の良さとメリットがあって、そして機動力をプラスする。これは17ミリでね、この時すごいザーザー雨だったんですよ。これはね、くびき鉄道。末広がりの構図で大雨だったんで、ちょっと大雨を生かした構図にしました。わえズームにはズームの良さがある。 ね、ふと出現したこれカゲートの10連です、ね、だってほら写真はレンズで画角で決まるから待ち受けなのかアクションでの撮影なのかどっちにも対応していこうなんて欲張りが考えられてそして今の組み合わせだったらマイクロフォーサーズのデメリットはこれだなんて書いてあるものを全部解消しているという事実。 もちろんね、あのー、購買率ズームってね、最初嫌だったんですよ。のも拒否感がありました。ね、そんな購買率ズームね、やるったって、やるったらもらえますけど、まあ、大事な撮影者使わないな、みたいなね。だけど、まあ、もちろん使ってる方大勢いるから、もう社会にせっかもしれませんけど、このね、1200のレンズってのは本当に紙レンズですね。一挙にその購買率ズームは嫌だなって思ってた、食わず嫌いを吹っ飛ばした、もう掛けねなしのレンズです。 ね、ちょっとね、時間を押しちゃったらごめん。ちょっと飛ばしてきます。さらにね、やってみよう。まだ長いんですよ、この先が。<laughs> 足んないね、1時間で、ね。ごめんね。あのー、やってみよう。コンピューショナルフォトグラフィー。いっぱいあるんで、今日はちょっと3つ、ちょっと巻きで喋ります。入れぞ。手持ち入れぞ。これね、静岡鉄道のね、では1型っていうね、電動貨車なんですよ。連結器すごいですよ。バッファリンクですよ。自動連結器じゃないの。ね。よくぞ残ってくれた。よくぞ残してくれた。 撮影会を実施しました。指示鉄はね、撮影会の前にちゃんとお化粧直ししてくれたんですよね。ね保存車両だって余ってますちょうどね、暮れていく夕日のグラデーションがね、本当綺麗でした、ね。この撮影会はね、このでは1をポンと置いて、そのまま動かない車両をずっと我々こう向かい合っていろいろ撮ってるだけなの。ね、実にこう、レアな。動かない車両と何時間も向かい合ってると。 本当に、ね、あの鉄道というか、ね、電話を心から、ね、愛する人たちが集まって、でもほら、覚えばあの善光寺の秘仏会長とか、こんな感じじゃないですか。そういう感じです。でこれだけ、ね、静かにじっくり車両と向かい合って、うわ、美しいな、素晴らしいなってこう褒めたたえながら、電話を取っていたら、多分ね、物以外の電話だってきっと嬉しかったと思います。あ愛ですよ愛えきっっちり、ね、保存車両と向かい合って取るのに ハイレーゾってね、この上のない素晴らしい機能です。もちろん、描写だとかね、解像力上がるのもそうなんだけど、車両と向かい合う気持ちが生まれるっていうのはね。で、これはね、えー、長野電鉄、あ、あの、アルピココーツですね。えー、雨降って、濡れた車体が金色になりました。ハイレーゾで。ただ、さっき申し上げたように、誤解な企業。ハイレーゾっていうのは画質が綺麗っていうんじゃなくて、大伸ばしに強い。ね、解像度が向上するってことですからね。で まあここで、このモニターで解像度が上がったとかいうね、なかなかお伝えしにくいんですけど、例えば、ここ、これ、運転台のここ、これね、まあ、あまりこう、これ、これ、下見えますあまあこれ、当倍で見せろとかいう言い方って好きじゃないんですけど、カメラのね、デジタル画像の1ピクセルとモニターの1ピクセルをまあ1対1で表示すると、こうなります。実際、これをね、プリントすると、畳1.5畳ぐらいの大きさになります。 そのプリントを一,一緒の間にそのでかさのプリントを何枚あプリントするんだというのがあるかもしれませんが、まあ、そんなものを例に引くのはどうかと思っていますが、まあ、こだわる人もいますのでなのでお見せしちゃいますと畳1.5畳のサイズでこれだけの描写力がありますこれ以上求めません超必殺技ですよほぼ畳1畳以上のサイズにプリントした場合の描写でもう一つデジタルシフトというのがあります あんまこれね、実を言うとやったことないっていう人が多いと思います。これまた神谷家のね、近くで済ませる京王線、申し訳ないんですけど。まあ、あの、これはもうちょっとお金買って、これ高尾山口なんで300円ぐらい買ったかな。<laughs> いいでしょ紅葉。で、ここでも微妙に余って出す。ね、紅葉やすすきはね、絶対逆光で撮った方が綺麗ですからね。でもね、この絵よく見といて、よく覚えてくださいね。ね、見ました覚えました覚えた ね、これあっちだけ見せたら別にあっちでもいいかなと思ったでしょだけどこっちの絵じーっと見た後にもうたらどうですかなんかこんなふうにさ、あのー、聴覚聴工格特有の引きつったような絵がなんかすごい気になってきませんこっちだけ見せたらいいなだけどこっち見た後にこっち見たらええやっていう感じになるでしょ、ね、もちろんね最近はねあのパソコンで後処理するっていう手もあります だけど気をつけなきゃいけないのはシフトするとね画角がトリミングされるんですよ。なので画面構成きっちりやってても後処理でシフトするとこの前が切れちゃったとか枝が切れちゃったとかねあのマスク切れを起こすことがいっぱいあります。そういう失敗もいっぱいあります。なのでテスト取りしてね現場でシフト後の画面を確定できるというのはすごいまた大きなメリットなんです。これがね今でも あ,あの、パソコンで処理すればいいじゃんと思いながらも、なんであんなに高いシフトレンズって今でもあるのっていうのが一番の理由なんですよ。それを OM はちょこちょこっとあのファインダーの中で完結することができます。しかもシフトレンズじゃなくて全部のレンズで。ね。すごいお得でしょ。もう戻れないでしょ。こっち見たら。これ、違和感出ちゃって。ね。これはね、あの文語森、九州のね。あそこに保存されてる96です。2961 これもこれよーく見といてくださいね。見た覚えた？こわ、本当はこう見えてるはずなんです。人間の目には？だけど、広角レンズでこうなっちゃうんですよ。こう撮りたいでしょ。こう撮ったらもうこの写真ってなんかもう嫌になってくるでしょ。これ、これもうわずかな差かもしれませんけど、効果も比べてみてください。これね、あのー、撮影会でみんなこう。 構えてるんで、そのお客さんの間からちょっとしゃがませて取らせてもらいました。するとこう見上げのアングルなんでしょ。煙突からこうシュッと出てるこの煙とか入れたいですよ。それからあの当たり前だけどこれ車体の下切りたくないんですよね。当たり前ですよね。なので、えー、列車来るまで待ち時間がもう十分ぐらいあったんで、そこでちょっとデジタルシフトの画面でちょっとちょチェックしてテストして画面を想定しておきます。これ2月17日にまた行きます。でこれ。 こうなんですよ本当はこう見えてたはずなんです自分の目にはでも写真撮るとこうなって煙突なんかも斜めってんですよ、ね、ほんの少しの見え方補正で写真の質って変わってきますから、ね、戻った時の違和感がこれって違和感あるなと思った時が本当の人間の視認式なんです デジタルシフトって全部のレンズに使えて、しかもタダですから、ねあの。デジタルシフトを使う場合は、プラス1万円なんて書いてませんから。<laughs> どんどん使ってみてください。もう一つ、えー、ちょっとね、時間がないや。ライブコンポジット撮影。分かった。だけど光ないんだよ、あそこ。ね、保存車両取ろうと思ったんだけどさで。光がないんなら光を作ってみせよう、ライティング。必要なものは三脚レリーズキャップ布。 前にね、あの、かな、生田緑地で、その夜の出後地撮影会っていうのを行いましたね。おいでいただいてありがとうございました。まあ、そんな感じで、夜の機関車に向かい合います。FL900 をね、手に持って、発行させながらね、こう、周りをこう、回ってきます。で、ここでもね、基本はね、さっき言ったサインの部位は法則ですよ。敬、ね、意を持って機関車と向かい合う。蒸気機関車に敬礼っていう本があったでしょ、昔。知らないですかわかんない。 まあ、ほんとそんな気持ちです。愛です。ストロボはね、FL700 でも900でもどっちでもいいんですけど、オフシューで使うんで。だけどやっぱズーム機能が欲しいですね。あの、照射角とこの光源変えられるの。なんだかというとやっぱナンバープレートはね、機関車の誇りなんでちょっと強めに当てる。ロッド、機関車の動輪大事だから後ろから当てるっていうような、照らしたいところを追加ピカしますから。ナンバーとかね、この辺が。 ね、公園機関車はオブジェじゃない歴史も英語も背負った鉄道車両です敬意を持ってじっくりと取ろうと語りかけるようにこれもサインは V の法則を生かしながら星が綺麗だったんで北極星の位置を探してこれを画面右上に持ってきて星を回しました真っ暗な室内にね本当あの黄金のね秘仏みたいな感じで 鎮座する異常なまでに美しく磨き上げられた出口。北海道の多いわけですよ。も,うものすごいきれいなの。愛ある整備されている出口には撮影者も愛を持ってじっくり向かい合います。真っ暗な車庫の中でライトで出口を浮かび上がらせていくように。これができるのは OM だけなんですよ。とね、すいません、もう時間あの押してますけどね、もう一個だけね、おすすめ。 これもちょっとお話ししたい。コンピューティショナルフォトグラフィーについてもう語っててもめちゃ時間なくなっちゃうんで。これはもうどうしてももう一つだけ伝えておきたい。これね、はっきり言って OM デジタルソリューションズの一番の推しじゃないとは十分わかってるんですけども、あえてお勧めするキットレンズのこの2本。ぜひ揃えよう、今から。正直、ここにおいでの方は、いや、そのレンズは俺は卒業したよ。私は卒業してますよっていう人が、 きっとと多いいいんじゃないかなか思いますでも私は普段使うレンズとは別にこの2本を改めて買いました。何でかというと、ま,あ、見てくださいまたね、もう地元、もうこれもう本当にお手軽にまとめちゃってごめんなさいね。これ電車がもう線路満線、ぎちぎちに埋まって、お休みの時間です。で、時間を狙って、この電気がパッと消えちゃうと、それはもう全然写真、我流転生を書くなんで。 室内灯が消えないタイミングを狙いました。で、ここはね、あのほら、もうじきなくなってしまうっていうふうに今話題になっている三鷹の立教なんですけども、実は行った方お分かりになると思いますけど、こんななんですよ本当は。ね、まあ最近はどこでもこんなです。で、こんな時はあ、レンズをね、金網に押し立て押し当てて絞り開放で撮りましょうとか言うんですよ。私もあの撮影ツアーなんかでお客さんにそう,いう言ってます。あ。 フードを外して金網にぴったりつけて開放で取ってください」なんて言いながらね本当は内心はすごくこうじくじたる思いを OM だったら違うんだけどなと思いながらねというのはピタッとひっつけたらまあ取れないこともないかもしれませんけど金網の直角方向しか取れないじゃないですか、ね、ほんのちょっと振ることもできないここにバチンと正面に例えば電柱が立ってるとか 下線の外資があるとか。なので、このこれ、1442、そこにまたありますけど、これ、フル丈 37mm なんですよ。このレンズだったら、どこの金網でもほとんど取れます。そして OM、OM1 のボディ内手ブれ補正ですから、もうめっちゃ手ブれ補正も効いてくれます。1442を改めて今から変えましょう。絶対に使い道ね、今まで思ってなかったところが、次から次へと生まれてきます。 これね、妙画谷。ひどいでしょ、これ。<laughs> どうこしてますよね。ねあの手短なところばっかり取材すないちゃって、本当、すいませんっていう感じなんですけど、これあんまりですよ、ね。鉄よけですね、マジで、ね。悲しくなりますよね。もちろんね、もしかすると、こうさせてしまった何かがあったのかもしれませんけど、だからね、マナーと愛を持って取りましょうってことなんですけど、でもここ行ったらさ、普通だったら、 いやー携帯ぐらいでしか撮れ,ない撮れないよっていうふうに思うじゃないですかそれにいや丸の内線の中撮ってどうすんのっていううに思いません思いませんでしたでもねここはね40150これ撮れるんですよ、ね、あのキットレンズの安いやつですよこれこんな感じにね 一番いいのはね、これ、フルーター系 37mm の端子焦点で 45mm があるんですよ。あれが一番いいんですけど、やっぱ画角がわかんないですからね。こういう時はどうしてもズームが離せない。なので、事前の策として40150を持ってきました。35mm リ換算 300mm なのに、フルーター系が 58mm で、レンズ内径もっと小さいんですで。ちょっとね、フェンスに少し干渉して、上のほら、ね、電気がこう、クロスフィルターみたいになっちゃってる部分がありますけど、あの、高源ににじみが出てますけど、 まあまあ許容範囲かなと。とね、河線のない、ね、地下鉄丸の線お、こんなに広々としてまるでこうイギリスみたい。で、えー、蔵に帰ってくる電車の時間を調べて、上下、形式違いがすれ違うのを願いながら合わせ取、えー、りました。結構ね、わくわくドキドキですよ。ミョ谷で。ここから、今からでもいける、200円で。そこでワくドキ。 お得でしょ安上がりなカニアでまあ本当にねだから遠くに行かなくたっていいんですだってあなたの地元は私の旅先です大阪の人から見ればここは立派な旅先144240150の生かし方がありますこれここもね新幹線の品川本当にね日本全国金網チャレンジ <laughs> マジで <laughs> <laughs> この2本があれば怖くないこの2本のレンズをサブで持ってきましょう大体クリア大体 OK こういう写真は OM 以前にはどなたも見られたことないと思いますアップでここしかとここを撮った写真しかないと思いますよだって金なバーなんだから <laughs> ってことですいません、えー、最後はねちょっと愛と離れましたけど本日のパイルダーオン ね、<laughs> 3つの心で呼ぶのなら、ね、愛と光と機動力、ね、鉄道に愛を写真に愛を、ね、そして光を遠出しなくてもいいんですよじっくり車体と向かい合って敬意を込めて撮りましょうなので今日お越しのお客様まあ OM 使いの方が多いと思いますけどもし OM 使いでなかったらもちろん結構。 今あるカメラをね、大事に使ってあげてください。カメラって、ね、万物に神宿るだと私思ってますので、あ、ありがとうってやるとカメラも頑張ってくれる。だ,だけどね、あの、ボディ買いましとかね、なんかこう買い替えようかなと思ってるんだったら、もう何が何でも私 OM お勧めします。別にこうへ来て喋ってるからってわけじゃないですよ。もちろんこうへ来て喋って OM じゃないカメラを力説して丸々買おうなんてことはありえないけど、ね。 だけど、ここに来て立ってるから、OM 進めてるわけじゃない。本当にね、いいと思わなかったら、私、マジでおすすめしませんもん。ね。車両にじっくり向かって敬意を込めて撮る。光を生かそう、ミラーマン。ね。サイ位が V の法則を覚えてくださいね。OM1 とともにレンズをプラスしてみよう。ね。なんで OM がいいのか。それは、 これですよなぜなら、昨日までと違った領域が取れるから、車しか乗ったことない人が、いや、俺、バイクなんかとか言っても、二輪に乗ったら、どんだけ、ね、いろんなところの,その旅行の範囲が広がるのか、セスナしか乗ったことないで、空撮していた。 でもヘリコプターに乗ったら、あこんな違う写真が撮れるようになった。そういう感じです。ね、夜の手持ち、さっきの、ね、手持ち4秒、それから超広角の不自然さを解消するさっきのデジタルシフト、もう戻れないでしょ、前の写真に。でも、みんな、あの、これを撮ってるんですよ、今も何の疑問もなく。見ちゃったらもう戻れないでしょ。そして、金網バリバリの埋もれた撮影地。 超軽量で明るい,短い焦点どとにかく鉄道写真ってのは、ね、スタジオ写真じゃないんですどこにでも持ち歩ける、ね、感じたものが思ったまま撮れるこの2つが実現できるからなんですよこの2つを撮るために OM システムは存在してます、ね、今はあるんだけど実は気づいてないだけのあの金網ぼわっとあるからとかねあのー ザスこは取れないだろうって思い込んでるみたいなねそういう撮影地ってねいっぱいあります OM と一緒に今はあるんだけど気づいてないだけの新しい発見を見つけに行きましょう、ね、えどこ行ったらいいかわかんないって時は神谷のツアーもあるし <laughs> まあってな感じですいません三分過ぎましたけどえ長いこと本当にどうもありがとうございました神谷さんありがとうございました 改めまして。